トリマービットで、溝を開けたところに今度は、トリマービットの、ビットは R になってるんで角のところをのみで落としていきます。でこの時のみがここのところがしのぎを取っておくと角が90度以上鋭角になってるんで作業しやすいと思います。それでこのちぎりをはめ込んでみます。